マン頑張れ。頑張れ、うんこマン。うんこマン頑張れ。うんこマン。警戒してる、警戒してる。うんこマンいいぞ。頑張れ、うんこマン。音が。エンジンの音が。さて。どっからにしよっかな。さあ、端っこだからエンジンからいくか。はい。エンジンから。さてさて、アルトさん、黒。AK だ。よいしょ。AK を直して。衝突コース。これリアクターだっけ？何やっけ、ここ。一人で2個直せるっていう噂の。すごいすごい。登り方、キモいよ。で、アーカイブ行って、名前も覚えてた。シャワー室の配線。茶色。ピューラーみたいな音だって呼ばれてるんですよ。ピューラー。ピューラー。これ、アルトさん見えました今。ね、なんか死体は見えた。カフェの目の前で茶屋さんが切ってたんですけど、ボタンの目の前で。うそ。ボタンの前周りに3人いたんですよ。僕と茶屋さんとアルトさん で僕ダブルキル狙ってたのかなって思ったんですけど。ジェブラゾーさんあれですね、ギャップルーム昇降機のところで見てますね、うん、上がっていった。はい、上がっていきました。僕が先に上がってって、その後ろジェラゾーさんが上がってきてて、ジェブラさんより先に、あ、そうそうそう、先の方にね、はい、千早さんいたんですよ。僕が入ったタイミングで千早さんが一番奥いたんで。自分視点ではアルマさんがやってるってことになります。で、自分はアルトさんに右でいるのを見られてキルを取ったってことになるんですけど、アルマさん視点からなると それって結構大バカですよね。あそこ一本だからダブルキルを狙ったのかな。必ずアルトさんに死体見つかれますよね。あ、だからそうだからダブルキルを狙ったのかな。自分の視点ではそれは全然なくて、アルマさんがインポスターっていうのは確定です。自分の中で誰と誰のダブルキルですか。すいません、僕視点ではアルトさんと千早さんが僕とテラゾーさんを切ろうとしたのかなって思ったんですけど、あ、でもそれとアルトさんってさ、こっち切ってたよね、うん、直しに来てるよね。うん、だから到達したのってちょっと後なんじゃないかな。あ、いや、アルトさんがなんなら一番奥にいました、ボタンの。あ、そう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 、名役わかると思うけど、はしご登った後に僕が先にふよ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 って乗って向こうは渡って、あ、はい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 、でそのまま僕が先にはしご登ってて、その後ろ寺蔵さんがついてきたのよ。行ってましたね。それまでは分かってるんだけど、ああ、ローラーしちゃえば、うん、ローラー、ああでもそっか、片方がキルしててキルクル溜まってなくてダブルキル失敗したのかなと思ったんですけど、それだとでもアルトさん僕ずっと初手から一緒に行動を共にしてるんで、それもつじつまちょっと合わないですね。おお、チアイさんから行くんだ。なるほど。まあまあ、みんなダッシュ、ミーティングルームダッシュで。ああ、悲しい、悲しい、悲しい、なんだ今の。エンジンからの方がいいかな。でボタン押し行かないと。ああ、コミュ、コミュね、インポスターで直せなかったけど、散歩した時。んーしゅんーしゅ、これ苦手な人一生直せんのじゃないか、これで、急いでボタンを。これ、道連れ 100% できるんじゃないの？シュッ。んー、シュッ。ギャー、ついつまが合わんかったか。ちょっと票が集まりそうな方に入れちゃった。ガロラできないのか。これボタン押せないのやばいな。
持ちいいね、音は。やば。ピンポンパンポーン。おいめっちゃしんどるやん。中野アルマさん、中野アルマさん、ミーティングルームで先端恐怖症さんをキルしておりました。みんなもうこんなボタン押しに来るのが遅いっすよ。どこにあるのか分かんないんだもん、うん、コミュニケーションばっかりな、タキオさん俺ら。あの上に登っていくの結構難しいんですよ。めっちゃ面白かったな今の。チャゲパルさんと僕がはしごで交差してそうだ、中野アルマさんが降りてきて、うわ絶対キルしとるやんと思ったら、こう登っていったら中野アルマさんも一緒にグーッて下から登ってきて、うわできないんだったらこれでもアルマさんのやつ後全力で黒い方が集んないと、もう決め打ちぐらいのつもりでやった方がいいのか。トータさんと僕らね、2人で一緒に、うん、コミュニケーションのところでな、コミュニケーションのこれずっと。どうなんそれ。あ、竹尾さんとトータさんはお互い、あ、無理です。白出せる感じですか。はい。あー、じゃあアルトさんになるのかな。まあ、ただ先端さんからもアルトさん難しいって言われてたんですよね。うん。あ、でもまあ中野アルマさんが2キルやってる可能性もあるのか。まあ、まあ僕は何も言いませんよ。竹尾さんとトータスさんの二郎じゃないですかこれ。まあ、まあ実はそうなんですけどね。ハートウンコのペアです。綺麗なんか汚いんだ。ああ。この音ないね。おもろいなこれ、笑ってます。もっと助けやりたいよ。これやらかしたこれ。これ今のめっちゃおもろかったけど、ね。いやこれ僕キルクル溜まってたんですよ。めっちゃ溜まってるでしょ。いやこれマジでやらかした。ね、タイミングめっちゃ悪かったね。マジでタイミング悪かった。そのままいればよかったのに今の。いやマジで面白かった見てて。そうなんだ、アルマさん。やらかしたってなった。うん、えこれどうって行ったり来たりしたら殺されなかったりしないのかな。あ、その戦法強い。あ、なるほど、面白い。その戦法強い。え、殺せないのあれってちなみに。いやこれ向こうから渡ってこないと無理だから。あと50秒耐えれば。電波が。これ何これ、なん直さないこれみんな。え、だからこっちに渡れないんですよ、移動床がないと。あ、なるほどね。別に足で来るしかない。いいぞいいぞいいぞ。強いそれ。しかも殺されたらやばいんじゃない。これうんこマン来てる。うんこマン殺されるんじゃない。うんこマン殺される。うんこマン殺される。うんこマン頑張れ。あれ頑張れ、うんこマン。うんこマン頑張れ。警戒してる警戒してる。うんこマンいいぞ。頑張れうんこマン。わお、あ、直した。おお、足当たった。これは積んだ。直した。このマップ楽しいな。え、どういうことなんこれ。いや違うで、もういやアルトさんが弁当から出てきたの見たいんで俺。これまた楽しいな。隠しろ2人が残ってる。どういうことですか。リアクター右側、右側は何やった。あれなんかボタン押したらさ、うん、なんかタイムリミットみたいなの出て、あれ多分ゼロになったら数字変わんのかな。右側も誰かがやらんとあかんのかな。そう、うん、多分そうなんだ。俺こっちがやってるから早くと思った。一個に笑うからずっと291なのか291なのか291なのかって思ったもん。で片方右側にあるけど誰かがさ足場取っていったよ。あれ俺さんが持っていきました。だから僕大回りしていきます。ありがとう。だけどわ、そういうことかこれと思って、すげえなあれ。もうちょっとやってんけどな。なんでボタン押したの。いやーごめんなさい。おもろナイスデイズ。じゃああれ本当に価値格盤面だったのに。価値格アルマ君急に降り出して、はしごから降りた瞬間にチャゲポヤさんがはしごから上がってきて。そういうこと。もうね、さすがにこれだけならんってことは絶対人めちゃくちゃキルされてると思って。そう、もう1キルすれば勝つってのに。これキルクール勝って見つけらんないねこれ。したい30秒やばいっすか。40にしましょう。
ガチでやばいと思う。だって最初もう分からん。ローラーができねえ 100%。 確かに。リアクターのリアクターのふわふわ持ってかれた瞬間やべえってなっちゃった。いや誰も乗らないからさ。あれ最高でしたね。いやもうバルトさんが目の前でうわー持ってかれると思った。持ってかあれ霊界持ってかれて、そう霊界で竹雄さんめっちゃ応援してました。帰ってこねえと思って帰ってこねえと思って下通って下通って反対側行こうと思ったらもう待ち伏せされてたアルトさんに。今のめっちゃ面白いな。なんであんな配置にしたんだ、役立つでしょ。でもなんかよく来る今回30で勝ちましたね。結束力がすごいと思う。いやあれマジで申し訳ねえ。負けたくんだったからしゃあない。あれですけどね、めっちゃふよ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 って。あれ悪いな。あれ面白いですね。残り1キルが面白すぎたな。そうもう最悪のタイミングだったマジで。なんかミーティングルームのはしごの上の方で一人殺しててそこで待ち伏せしてたんだけど、そうなんかキルクール溜まったんで下行った瞬間にチェゲポさん上がってきて、すごーい。出口が先にっていう。あれ火星のスネオみたいな人いますけど大丈夫ですか、この人。火星のスネオとは。いるね。寝ないロックバンドマンみたいなやついるね。